はい、ありがとうございます。イスラエルチームですね、イデオ君のアップがなかったのが残念だなと一瞬思いますけども、大変ですね。今もここに出ましたけど、ヤコブ書の2章の17節ですね、この行いがないのは信頼の存在だと、この信仰を用いることがね、今年語られていますので、来週ですね、秋元牧師が来られます。そこで深くね、語られていくと思いますので、ぜひ期待しつつ、この集まっていただきたいと思います。後ろの方にチラシができておりますの で、 で28日が沖縄命の水の泉教会で夜7時から、そしてですね、この名護安定教会で、この火曜日、10時から、そして南部安定教会で夜7時から、そして、水曜日のですね、夜7時からこの場所で、この聖会を持たれますので、ぜひね、通院に、この来ていただきたいと思います。また、ですね、オンラインの方でもですね、その時ですね、この流しますので、どうしてもね、来れないという方はオンラインの方で、伺っていただいて、このね、いただきたいと思いますので、ぜひ覚えておいてください。それとともにですね、今週はちょっとなんか曇りと雨ですけれども、23日ですね、この砂型をお借りしてバーベキューですね、行いますので、これはね、雨天中止は行いません。意味分かったかな。雨天中止では、中止はしませんということで、雨天ですね、決行しますので、理由は簡単です。バーベキューやるところですね、ちょっと日差しがありますので、ちょっと雨粒は乗るかもしれませんが、お肉は焼けますのでですね、ぜひね、またね、雨降ったらね、台所でいっぱい作ろうなんていう人たちもね、いっぱいいらっしゃいますので、バーベキューが目的というよりも、いろんな方ね、時をね、ゆっくりと過ごしながら待合をし、そしてね、教会からプロジェクターを持ってきますので、ちょうどその時ね、吉祥寺でフェスをいろんなチームがね、この立って行いますので、それね、それにね、見ていこうと思っていますので、ぜひね、ですね、このお集っていただきたいなということね、思っています。それね、覚えていただきたいと思います。それともですね、このそろそろですね、気をつけなきゃいけないのが、12月の第1週が那覇マラソン、ね、いつもね、忘れちゃうんですね。12月の第1週ですから、今年は4日ですね、那覇マラソンの時はですね、特にこの第一礼拝はですね、引っかかります。大体8時半からね、この周りはね、通行止めっていう、ね、話なんですが、お巡りさん気が早いですね。私一番早かったら8時10分ね、もう入りませんなんてね、やれてね、8時半からでしょ、いやもうダメですって言ってね、そこなんですけどダメですって言ってね、入れてくれませんでした。ですからね、那覇マラソンの時はですね、車の方は、車自転車の方は、ね、気をつけていただきたいと思います。歩きはね、横断歩道というか、陸橋がありますから、それはね、大丈夫ですので、それですね、モノレールの方は多分、そのまま渡れるかな、大丈夫か、あそこで曲がるから、モノレールの人はまだ大丈夫ですね、はい、ですからね、もしね、引っかかってしまったらね、向こうの58号の方から来るとですね、つまりイオンの方ね、大橋まで大丈夫かな、山下の方からもあればまだね、大丈夫かもしれません。でもね、とにかく12月の第1週那覇マラソンで、このですね、陸の孤島となりますし、また駐車場の方もですね、その時はですね、皆さんがですね、早くからね、止められるところに止めようって言ってね、もうすごい交通渋滞ですので、もしね、このモノレールで来れる方はモノレールに変えた方が安全です、ね、ですからさんね、覚えておいていただきたいと思います。さてですね、今日この大きな聞きましたのは、ダニエル書の5回目として2章の31節から45節ですね、これは何かというと、ネブカデネザルの夢と
それの解き明かしです。そして31節からですね、5節までがその夢です。まず見せてまいります。王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。いや、その像は巨大で、その輝きがあらず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸は立と、両手とは銀、腹と腿とは青銅、すねは鉄、足の一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらず切り出され、その像の鉄と粘土と足を打ち、子供これを打ち砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦場のうちのもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土に満ちました。で、これはね、このネブカデネザルが見た夢であるとしてね、ダニエルが語っていきましたけれども、でもね、よくよくこの場面を、ね、考えるときに、ダニエルね、すごいなとね、思いません？つまり、もう謁見もできないような立場のものが、ね、このね、私を見た夢をね、この教え、それを解き明かせ、そうではなければね、バビロンの使者どもを全て殺すというふうにね、この語っていたわけです。つまり、もう切羽詰まって、まあね、命の危険がある、ね、まあ、なんていうんでしょうかね、このワンマンな王様ですね。で、それに向けてね、あなたの見た夢はこれですって言ってね、堂々と語ってる。これね、ぜひ覚えていただきたいのは、この、ね、何度も言ってますが、このね、ダニエル書のね、一つの中心が、主権は神にある。主権は神にある。つまりね、このダニエルはね、この時ね、このネブカデネザルを見てたんじゃないです。神様を見てたんですね。ぜひね、この信仰の歩みをするときに、私たちね、重要な事柄があるんですね。何かというとね、いろんなものを見てしまいます。ね、いろんなものを見てしまいます。でも、何を私たちは見なくちゃいけないかというと、この主権は神にあるという神様を見る。まあ、一番簡単な、ね、話はですね、このですね、あれですね、インターネットの働きをしてくださいでもいいですし、まあ日本の児童養護施設の働きでもいいですし、何かと言ったら、その時ね、日本の児童養護施設にするならば、その時の理事の方々は状況を見たわけです。状況ね、状況を見て、御心は、ね、このね、私たちが作ることができないから、ね、彼だってね、何かと言ってね、その最善な方法を、ね、求めたわけですよ。つまり、その献金し、手助けをし、関わることが今私たちに与えられている御心だってね、したわけですよ。それに対して、ね、秋元牧師は、そうじゃない、神様はこれをせよ。だからね、その時に秋元牧師に、ね、できるかできないかじゃないんですよ、これ。これね、皆さんね、時々間違いなく、秋元牧師ね、できると思ってね、御心と言ってんじゃないですよ。できなくても御心だったら進めってんだから。これね、スタッフ泣かせね。つまりね、できるかできないかじゃない、神様が言ったからこっちに行けね。昔ね、塀の上はね、行けって言われてね、ちっちゃな頃ね、友達にね、行けるのか行けないのかって言ってね、行けって言ってね、でもね、渡ったことありますけどね、あの時もちょっと恐怖でしたけどね、皆さんね、目の前がね、この空中だと思っても、行けって言われて踏み出すことができるか、そんな感じですよ。ね、その時に何を見るかことによってね、踏み出せるか踏み出せないかがね、決まるんです。神様に主権を置いて神様を見ていくならば踏み出せるんです。
主の十字架の歩みにおいて、ね、今ね、さまざまな働き、インターネットにしても、海外選挙にしても、また雲の間にある御声新聞の働き、またね、この自然の主の働きにしても、見てね、踏み出してるんじゃないですか。ぜひね、信仰の歩みの時ね、見て踏み出すのは二流。ね、状況を見て、ね、御心を決めるのは二流。じゃなくて、主権は神様において、神様が何と語ってるかを聞いて踏み出していく。これね、重要な鍵なんですね。ですからね、そのね、多くの人がね、御心って言います。それはその児童養護施設のね、反対した人ですって、これが御心ですって言ってきたんだから。でも主権を神様に置いて見ていく御心がね最善であるということをね、ぜひね覚えていただきたいなと思いますが、そしてその時は私が36節から、36節から少しお見せします。これがその夢でした。私たちはその解き明かしを王様の前に申し上げましょう。王の王である王様、天の神あなたに国と権威と力と光栄とを賜い、また人の子らは野の獣、その名の鳥、どこに住んでいてもこれらのことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。で、先に少し話しておくと、ね、この金、ね、銀、青銅、鉄と、ね、粘土、これ何かというとね、価値的にね、高いものが頭の方、価値的に低いものがね、金よりも銀、銀よりも青銅、青銅よりもね、鉄、まあ、鉄はね、非常に硬いですけども、しかしね、鉄と粘土ですね。だからね、この人の形をしているもので、価値的にこの高いものから低いものへと時代は移っていく。この人の形はね、この時代を表します、ね、時代を表します。そしてで、この鉄というのは非常に硬いですが、粘土というのは脆いです。ですからここね、後でも出てきますが、この鉄の強化の部分もあるけれども、脆いね、粘土、つまり分裂がね、あるぞということがね、前もってね、この時まだね、ネブカデネザルの時代ですから、ね、この銀はですね、メドペルシア、青銅はギリシア、そして鉄と粘土はローマとね、この時代的にこの後ね、出てきますけれども、これ4つのね、そういう帝国が起きることをね、予言している。そのことをね、まず知っていただきたいと思います。そして見ていきますが、この39、あなたの後にあなたよりも劣るもう一つの国が起こります。次に青銅の第三の国が起こって、全土を治めるようになります。第四の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国が鉄を打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それを分離した国のことです。その国は鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったように、その鉄はドロドロの粘土と間違い合っているのです。その足の指が、一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているものを、あなたがご覧になったように、それは人間の種によって、互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が、ね、粘土と混じり合わないように、それらは互いに、団結することはありません。これを人間の種、ね、人間の種ってのはね、人間の、このね、いろんな知恵やね、話し合いや、またね、条約のね、締結とかね、そんなものはね、もろくも崩れ去りますよ。人間の歴史、私たちの歴史内ってね、いろんな条約がね、ありますよ。ね、今ね、なぜトランプさんがね、大騒ぎになってるか、その条約に対してね、どう変わるか分かんない。ね、日米同盟って言ったってね、日米同盟がどうなるか分かんないとかね、そう思うからですよ。だから何かというと、条約ってのはね、いつでも変わるんです。永遠に変わらないのはね、神様の言葉だけ。ね、人間の約束なんてね、
いくらってね変わるんです、ね、でそのことをね覚えていただくことはね一つ重要なことですが、そして44節、この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅されることなく、その国は他のために渡されず、かえってこれの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。そしてこのダニエルがねこの時ね、なんで大胆に言ったの、この主権神様にあるっていうのね、大胆になって言ったからこのことを言うわけです、ね、もしねネブカデネザルに思ってたら、あのねこのねネブカデネザルのね気分のいいような解き明かしをするでしょう。そうじゃなくてこの4つの、ね、国々は滅ぼされます。そして永遠の国、神の国が立つんです、ね、これ聞いたら普通怒っちゃいますよね。自分の国が滅ぼされるってね言ってるわけですからね。そして45、あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらず山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金と打ち砕いたのは、大いなる神がこれからの地に起こることを王に知らされたのです。その宮を政宗で、その時明かしは確かです。一つの石が人手によらず、つまり神の手によって、これはキリストのことです。キリストのことであり教会のことです。つまりこの時代が大きくねこのように、支配し、この、ね、強大な国々が起こったとしても、神の手によってキリストの支配が、ね、つまり人の国の支配と神の国の支配は別ですよ。そして人の国の支配ではなく神の国の支配が永遠に立つんですよ。そしてそれはあなたが求めた夢、つまりこの後どうなるかと思った夢の解き明かしであり、これは神があなたに開いたことですよってね、ネブカデネザルに伝えたわけです。ですからね、この夢のね一つのね大事な解き明かしたというよりも、これ、ね、ここで神様がこの時代に介入しておられますよ、ね、皆さん一人一人の人生の中に神様がおられるよ。そのことをねぜひ知ってください。そして求めていただきたいと思います。お願いします。愛する天の神様、この時はありがとうございます。癒しの祈りの時を持ってまいりたいと思います。まず悔い改めの時をお持ちしてまいりましょう。それではお願いします。愛する天の地の神様、癒しを注ぎ解放すぎるようすぎ豊かに祝福してください。イエスキリストにて癒すりよ、癒すりよ、癒すりよ、オールスパラソンならさならさあなさな、この口内炎ができている方がいますが、それが癒されていきます。またこの背骨がこの何かこの違和感がある方がいますが、それがこの癒されていきます。イエスキリストの皆によって癒すりよ、癒すりよ、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美しましょう。イエス・キリストの御名によってお祈りします。